アウクスブルクの決闘裁判図決闘裁判は、承認や証拠が不足している、告訴事件を解決するために、原告と被告の両当事者が決闘を行うゲルマン法の一つの方式。501年に、ブルゴーニオ・グンドバートは、被告が問われている罪を否定し、原告がそれに満足していないときは剣を手にしてでも、真実を明らかにすると表明してよい。被告が、 なおも否認するならば、議論は権によって解決することを法として認める。すべての人は、自分の証明しようとする真実は権を持って守り、甘んじてこの裁きを受ける用意を持つべきであるとして、判決のための決闘を制度化した。この裁判方法は、ヨーロッパ各地に広がり、中世ヨーロッパでは長きにわたり、裁判としての決闘が行われた。こうした裁判が行われたのは、 神は正しいものに味方する。決闘の結果は、神の審判というキリスト教の信仰が背景にあった。ただし、封建主義時代のことなので決闘の対象となり得るのは、貴族や自由人に限られていた。こうした裁判方法は10世紀から12世紀に最盛期を迎えたが、1215年には、ラテラン公会議で禁止され、 ついで1258年のイ九世の直例によっても禁止された。裁判としての正当性が疑われるようになってきて、フランスイギリスでは14世紀以降にはこの形態の決闘はほとんど姿を消す。決闘裁判は減っていったが、代わりに16世紀以降個人間での名誉回復の手段として、主闘の名誉のための決闘が増えた。 名誉のための決闘は特に上流階級の間で盛んに行われた。ありがとうございます。